これ、宮城さんのお話はいつも大変興味深く勉強になります。うん、ところで、ボールについてはどうでしょう。巷にはいろいろな話があります。が、実は大間違いということもあるのではないかと思うんですが、ボールの裏話というか。いや、あのね、2ピースまでは話が確定できるんですよ。はい、はい、はい。3ピース、4ピースってなってしまって、いくと、ボールのその概念が、こう、さっきのね、ディープレーンじゃないけど、当てはめらんなくなってくる。なるほど、なるほど。はい。そのロングショットでスピン量少なくて、うんうん、はい、ショートアプローチで衝撃が弱くてカバーでスピン量上げるって相反することじゃないですか、はいはい、ツーピースの時はそれができなかったんで、うん、だからボールの話は僕も専門家じゃないんで、うん、まあ安易なこと言ってまた疲れたらあれなんで、ただ球体の原理、はい、ボールの原理からすると、はい、スピン量っていうのは直径で決まるんですよ、うん、まあスピンだから半径で決まるんですよ、はいはいはい、半径がでかい方がスピン量がでかいんです。それで半径がちっちゃい方がスピン量が増えすぎないんですよ、うん、だから潰れないボールはスピンがかかるっていう考えなんですよ、うん、球体の原理で、はいはいはい、ただいろんな複合で、ね、はい、じゃあカッチカチのね昔の DDH、うんうんうん、スピン量多いかってそんななんかすげえぶっ飛んでってそんな多くないような気もするし、そうでしょうね、はいはい、だからボールってね一概で動的な物理学と、うん、あ静的な物理学と動的な理論って、うん、なかなかね、うん、こう当てはまらないんですけど、うん、やっぱりそのショートアプローチで昔ね一昔前はショートアプローチを優先するかロングショットを優先するか決めてたんですよ、はい、うん、V1 と V1X みたいな、はいはい、だけどそれがだんだん今近づいてきてるんで、うん、一概にボールの性能が上がってそうとは言えないんですけど、うん、でもボールってすごい大事です、はい、あのね僕まあ YouTube では言わないですけどうちに来ていただくお客さんには言うんですけど、うん、ドライバーがねスピン量が2000回転以下で飛ぶとかね、はいはいはい、そのヘッドスピードがこのシャフト上がるとかね、はい、うん、そのアイアンはこの7番でロフト立ってるから190ヤード飛ぶとかね、うん、みんなそこばっかり言ってるけど、はいはい、飛んでくのはボールだから、うん、クラブ飛んでくわけじゃない、まあ、そうだからボールの性能なんですよ、うんうんうん、それに対してクラブの性能がボールの性能をコントロールする、うんうん、でも飛んでくのはボールなんで、うんうん、ボールって丸いと思っちゃダメですよ、おう丸っかないさっき四角を思っちゃダメって言ってましたけどねもう深淵だと思ったらダメですよ。ああ、なるほど。はいはいはい。うん。曲がるな、今日はっていうのは深淵じゃないボールの可能性がありますからね。まあね。だから、プロはサーホールに一回ボール変えるし。いや、そうです。だってコアがずれてたらもう終わりですもんね。うん。あだから、あ、そっか。サーホールに一回変えるってのはそういうこともある。だってドライバーあのヘッドスピードでガン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 打ったらボールだってちょっとどうなんだってなるじゃないですかそっかそっかそうですね、絶対サーホールにキャディーがこう渡すじゃないですか、うん、まあそうですそうです、うん、で昔ね今シニアやっちゃった聞きましたけど、はい、テナントかなんとか1っていうプロがいたんですよ、うん、テナントかなんとか1っていうパターンめっちゃうまいんですよ、うんうんうん、こうパターンをフックにこう、はいはいはい、インサイドアウトに打つんですけど、はいはいはい、それこそディープレーンを無視した男なんですけどね、はい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 、だけどあいつは昔からボール系、あいつって言ったら失礼ですね、うん、あのプロは昔からボール契約しないです、あーボール自分で買って、うん、バスの前でこうやってエブって書いてあるバスの前で、はい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 、ボールをコン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 こうアイアンのフェイスにぶつけるんですよ、はいはいはい、まあ、違うな違うな音が違うな音が違う深淵じゃないっていう、うん、だから、12個入ってたら10個ぐらいしか使えないんです、2個ぐらい余るんですよ、それを俺はもうお座りしてその2個もらうんですよでもそのぐらい違うんですよ、だから昔はね円錐につけて回したりとかで、ね、いろいろありまして、ね、今ボールの芯を測る機会もあるんですけど、うんうん、だから高いボールは丸いっす、あそうですか、安いボールはなるほどね、いやだってあれはだって難しいって言いますよね、芯を本当にど真ん中に入れるのね、コアか、うん、まあそれはね、まあ、ほとんどもう BS の特許なんで、技術、うん、今シームレスだったらね、はいはいはい、昔は穴開けてっていうか BS の、うんうんうん、もうほとんどボールメーカーブリヂストンスポーツも
ボール特許を使わせてもらって作ってる、うんうん、はいはい、だからこれだってそうでしょ、 V1 でこれ英語じゃないですか、はい、これ日本語があるんですよ。あ、そうなんですか、箱に、はい、え、でも本物なんですよ、うん、でも本物の V1 は英語なんですよ、日本語もあるんです、でも作ってるところが違うみたいな。あのだから V1 もだからいろんなとこで作ってるんですよね、マレーシアだからなんとかいろんなとこで作ってて、そこの工場の品質管理の差で、はいはい、そうですよね、マレーシアじゃないのも出てくるし、だって、うん、そう、前一番びっくりしたのは僕中国ね、はい、行ってゴルフやって、はい、僕池に落ちそうになったんですよ、はいはいはい、セカンドが、はいはい、ちょっとペラって、うん、うわやべえ、あ池落ちなかったって構えたら、うんうん、はい、V1 が浮いてんですよ向こうに、はいはいはい、ボールって浮くんだっけって言ったんですけど、だからあっちの国の V1 は浮きますからね空洞なんじゃそんな空が飛ばないし全然飛ばないって言ってました。なるほど、だから値段によって、それは完全に偽物ですけど、値段によってその品質のこの規定が厳しさが変わるんで、丸くないものはこういうスピン軸がちょっと斜めになっただけでも丸くないと倍増しますからね、まあ、それはもうボーリングですよね、うん、もうそうそう、そういうことです、ねえ、重心が違うと曲がりますからね、だからあのボールって、まあ理論的には今すごく進んじゃって、僕もちょっとお答えできるあの、うん、話が少ないですけど、ボール大事です。まず高いの買ってください。皆さんの約束、うん、なくすからってロストボールだったり、そうです ね、 ね、たまにお客さんって来てボール変えますっていきなりメーカー変わる人いるんですけど、うん、あれ絶対ダメです常に同じボールでやってください。宮城さんがそのウェッジとかねテストする場合はボール何使ってるんですか。僕は V1 です。 V1 ですか、うん、V1 を基準にじゃあちょっとやる、そうですということですね。まあちょっとね、はい、最近のスリクソンはスピン性能めちゃめちゃいいんで、はい、ああなるほど、はい、僕もね、いろんなプロから使い古した、はいはい、その3ホールで捨てたボールとかをもらうんですよ。それがスリクソンが多いんで、今スリクソン使ってますけど、はいはい、テストは V1 ですね。そうですか、やっぱり、はい、X じゃなくて V1 です。V1 のもですね、はい、ああ、分かりました。そうですか、まあこれでボールのクオリティですよね。そこを、うん、その、はい、飛び方の、あの理論とか原理はじゃなくて、飛んでくのはボールなんで、もう本当これだから皆さんね、あのボールが原因で曲がってるってことってあまり気づかない場合が多いですよね。カート道食ってささくれでいいんじゃないですか、はいはいはい、あれささくれがこう回転軸が斜めになった時のささくれがこう鳥の羽も痛くなったらすっげー曲がりますから本当に。でしかも新品でもね、うん、やっぱりコアがずれてたりすると曲がっちゃうボールありますよね。ね、子供のおもちゃで芯がずれてるボールあったじゃないですか。そう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 、ああいう感じになっちゃうんで、本当あれ気をつけないとね。だからボールなんですよ、全てがボールなんですよ。だから今ね、飛距離がじゃあプロが320とキャリーしますとか、はい、アマチュアも280飛びますとか、スピンがすげえ効きますとか、って言うじゃないですか。あれ全部ボールのおかげですから。ボールが進化して、まあそうですね、そうなっただけで、はい、クラブの進化なんてちょっとだけです。確かにそうですね。だからいいボールを使うっていうのは、うん、まあなくなるからね、もったいないっちゃもったいないんだけど、うん、やっぱもったいなってゴルフが楽しめないんだったら、うん、ね、そうだからね、まあだからそういう意味ではロストボールは怖いですね。怖いですよ怖いですよね、だってロストボール使うのはあの生い立ちが分かんないじゃないですか。そうですよね、2年ぐらい池にいたかもしれないんですよ。ほんとほんと、生い立ちが分かんないんで。そうですよね、ね、タイのゴルフ場なんて池の中で待ってますからね、子供が子供がね、入ったらすぐ拾ってそれを売店に売るんですけどそれ自分のボール買ったりしますよね。それさっき言ったやつじゃんね、ありますよね、よく洗い話で本当そのボールんじゃんみたいな、本当よくある話です。いや、ボールがロストボールであそこにあるのにないって、タイはよくありますよそんで売店ね、仕事ですか、チャミセイクと売ってたっていう、ここ池の中ここまで僕止まってんでもボールってやっぱり大事です。そうですね、うん、まあ今んとこね、あのちょっとまあ今とあのこのぐらいでまた多分他のねオンライン相談会のはなくします。あとね、はい、1個あったのね、うん、北海道大事の人で、
宮城さんのところでクラブ買いたいんですけど、どうやって買ったらいいですか？はいはいはい。それはまあメールアドレスをね、うん、載っけてもらえれば。うん、